どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということでね。今日もやってました、参りました、ブルックにおいて、スディオからお届けの今日も張り切って、割り切って、切って切って参りましょう。黒田たタやのタマトリーポポパパパパパということでね。 え今、自宅でやっておるんですがちょうど今、ですね炊飯器がですね玄米が炊け上がった音が聞こえてましたので後でちょっとそれを混ぜてですね小分けにして冷凍するというねえー黒田拓也のこのニューヨーク生活をねえ質素さを垣間見せるですねこのえ一面が出たわけなんですけどもなんと第129回タイムアウト129回ですよ、皆さん。 いい肉ですかねいい肉の回ですかね皆さん肉食べてますかね最近はね、でもちょっとこう、もっぱら、えー、魚、煮付けをですね、ちょっと、今年は煮付けの年にしようと思いまして、頑張って煮付けをしてるんですが、僕の友達の一人ですね、えー、お寿司屋さんで働いてる友達がいるんですが、たまにその、そこね、めちゃくちゃ高級というか、こだわってるところで、仕入れは するけども気に入らんネタはもう使わないみたいなねそういうなんかシャリも炊いたところの一部分だけ使うとかなんかそういうもうこだわりにこだをねこだを割りまくってるあお寿司屋さんらしくてそれでその使わない材料とかをなんかそうたまにこう持ってきてくれるんですよな、ね、お裾分けみたいにでこうよく持ってきてくれるのはイカなんですけどあおりイカかなむちゃくちゃうまいですね全部日本からほぼほぼ日本から 仕入れてるらしいといととうことでですね直輸入スタイルなんですけどもこの前そのそこのシェフが板前さんですよね自分でも釣りをなされるということでなんと2 0何十キロのマグロを釣り上げたとんでせっかく自分で釣ったしその大きさやから美味しいやろうと思ってなんか寿司屋でさばいてですねじっくりじっくり最近よく言うじゃないですか熟成させるっていうね えそれ熟成をして育てに育て、めでてめでてめで上げた目黒があ、マグロがですね、めで上げたマグロがですね、曲げ上げた目グロがですね、どうしでもいいんですけどもですね、あーの、なんか食感がおかしいということで結局お蔵入りになったんですよ。で、それをえ僕の家にこの前、柵で4個か5個ぐらいでっかいの、ポン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 と持ってきてくれて、見た目めちゃめちゃ綺麗で、いや、これ絶対うまいやみたいな。で実際ちょっと でも彼が言うには持ってきてくれ友達が言うには、いやでも確かにちょっと食感がおかしいんすよみたいなね。だからこれ多分生で食うよというよりかは調理して食った方がうまいと思うから持ってきたんですよ。だから最近煮つけ煮つけってアホみたいに言ってたから、誰がアホみたいやねんって言ったんですけど、アホみたいに言うてたから、えーえー、持ってきましたっていうことで見たんで、実際でも、いや、あんな言うてもう言うて、見た目があんまりにも綺麗やったから、あ写真残ってたらちょっとこれ。 乗せましょうかねちょっとそのちょ刺身で切ってみてっつってちょっとその場でちょんちょんって醤油つけて食ったんですけど確かになんかね食感がジェリジェリジェリしてるんですよねなんかこうつまぐろ特有の,あのぬるっとしてあのねちゃっと口で溶けるような感じがなくてちょっとこうシャーベットじゃないですけど。 これ凍ってたんみたいな感じででも一回も凍ってないって言ってたからいやー確かにこれちょっとあれやんな違うなーみたいな話をして、えー、そのめちゃくちゃでかい柵のまんまですね、えー、最近この拓也道三郎が拓也、えー、道三郎がみあの最近凝ってます煮付けの方法でやるとむちゃくちゃうまかったですね、えー、そんな、えー、129回言いい肉の回 えー、マグロの肉を食べたという話から、えー、ちょっと今日はねこれを枕に展開していってやろうかなんて思ってるんですが皆さんは最近マグロは食べましたか <music> さあなんてねアホなマグロの話をしてますけども別にマグロはアホじゃないんですけどもですね僕がアホなんですけどもですねえー、今日は129回ということで、えー 言いにくいことなんてないかななんて思ったんですけどもですね考えるとただのこの,あの暴露系になってしまう感じがしたんですがまあ,あえて意を決して言うとですね言いにくいこと実はあるんやけどっていうのはあの要は日本とか,こうかえってスペシャルゲストとかで呼ばれますよねなんかトランペットで。 な大体なんですけど、すごいこうザ・トランペットの曲をお願いされることが多いですよね、まあ、ロイ・ハーグローブ、マイルス・デイビス、ランディ・ブレッカー、えー、何でもいいんですけどもあの、もうザ・トランペットが入るみたいな曲を、ね、頼まれることが多いんですが、実はむちゃくちゃ言いにくいんですけど、あんまりやりたくないんですよね。やああやりたくなない、やるんんですけども、なんかその、 むちゃくちゃいい風に言うと、そのオリジナルの色が強いじゃないですか、変な話。だからその、それを黒澤拓也風にや,やることはまあできなくもないんですけども、もなかなかね、そのイメージが強いものを、もうそのまんまやるしかないっていうのがあるから、なん,かこうなんとなくカラオケ気分になっちゃうっていうのは、ね、むちゃくちゃあるんですが、ちょっと言いにくいこと、えー、なんていうのも、皆さん、1つや2つあるんじゃないんでしょうか、よかったらね、お便りで言いにくいこと。 匿名で出しますかこんな人はこんなん言ってましたみたいなねここをちょっとこの場を借りて、えー、言ってみる名前は出さないということにするんで、えー、ちょっとこう告白の場所みたいなえー、いいんじゃないでしょうここわわこわ,こわ <music> さあ前回、えー、ブラジルから帰ってきましたなんて言いましてですねニューヨークに帰ってきましたなんて言いましてですね えー、楽しかったブラジルなんですがつげばやになんと今回もうすぐに、えー、ロック・ド・ミュージック・ホール、えー、もう老舗ですねニューヨークのなんかこうシンガーソングライターから、えー、ジャンル関係なくですね、えー、みんなの登竜門になるすごくこう昔から僕もお世話になっているお店なんですがニューヨークにねもしまた来ることがあったらぜひ皆さん このライブハウスは見てほしいという、えー、思う僕もいつか、ね、こ,んなこんな店やりたいなと思うなんか店の一つの、えー、形なんですがロックウッド・ミュージック・ーホールからなんとモントリオール SNS でも上げてましたけどモントリオール・ジャズ・フェスティバル、えー、このクロード・タクヤやってまいりました感無料でしたねめちゃくちゃいいあの体験を2日間ともさせていただきましてですね なんかこうブラジルからなんかいい風が吹いてるなとなんかこう演奏、お客さんの反応がなんかむちゃくちゃ予想以上って言うとなんかあれなんですけどもなんかう久しぶりにややっっぱりこう人こううてツアーとかが戻ってきてですねこの感じがえー帰ってきたなとしかもこう今回7月5日ロックウッドミュージックホールだったんですけども久しぶりにこうニューヨークのねえーローカルでニューヨークのお客さんってこれ怖いんですよ。これニューヨーク の人には分かるのかな,なんかこう、やっぱりこう耳越えてるファンが多いというか、ニューヨークですから、結局もうその日、毎日どっかで世界トップクラスのアーティストが、えー、ー演奏してて、また10ドルから30ドル、40ドルぐらいの値段高くても40ドルで見れるわけですから、それはまあレベル高いですよね。で特にロック・グッド・ミュージック・ホールっていうところが俺の中では鬼門で、これ実は2014年に。 あのあのブルーノートの,あのライジングサン出した時のえっのアルバムリリースパーティーもこのロックでやったんですよ。でサイズ的にはちょうどよくて150人ぐらいキャパシティまが。でまあブルーノートのリリースパーティーっていうふうにはもうちょっとでかくてもいいんかなと思うんですけどこれニューヨークのね面白いこいライブハウス事情で2 300の箱っていうのがあんまりないんですよ。ちょうどいいのがなんかそれ超えると500 から 1, とか800になっちゃうとでそこ以下だとなんとなく150ぐらいでマンハッタンの,場所あの人を呼びやすい場所でってなるとこういうところが、えー、増えちゃうっていうのがちょっと事情なんですがでここのロック・ド・ミュージック・ホールってとこをスタンディングでやるんですけどもステージもそんな大きくなくてお店自体もそんなに大きくないんですよだからその人が100人以上入ったらもうパンパンで,でちょっと低いところから。 ステージがちょっと高いからみんながこうぐっと見上げてくるんでですすすよよねでそのエネルギーがすごいんですよなんなかこう「さあどんなもんじゃいと黒田剛也聞かしてもらえないかい」みたいなねそのこう独特のねニューヨークオーディエンスって俺の中ではあるんですよ世界中にいろんなところでやってますけどこニューヨークの客っていうのは簡単じゃないぞっていうのはずっとね18年いても思ってて。 でこのロックウッドミュージックホール3回やったんかなそのあごめんなさい、ステージ2のことです、これステージが3つあって、ちょこちょこやってるのはステージ3の地下にある、もうちょっとこうこじゃれた感じの場所なんですけども、このステージ2っていうのがメインの一番大きな部屋になるというか、ライブハウスになって、えー、そのね、なんていうんやろう、うその雰囲気がもうすごいんですよ、でなんかそのエナジーに負けたくないから、こっちもこう無理して演奏しちゃうんですよね、いつもずっと。 でブルーノートのライジングさんアルバムの、えー、リリースパーティーともう1回ジグザグの後ぐらいかなに回、えー、そこでライブして、ね、今回3回目毎、まあ、回ねなんかねすごくこう消化不良で終わるんですよなんかやりすぎちゃってなんかこう力入りすぎちゃって力んだなーっていうのがね常にだったんですけど今回初めてなんかこう しかも90分っていうね長いセットやったんですよ普段は60分から45分の、えー、セットなんですけど90分っていうねセットなんかこう最後まで集中力切れずに、えー、我慢してやりきったなとでめちゃくちゃお客さん反応お客さんの反応も良くてなんかねちょっとまあ十何年経って 同じ場所でこういう体験ができたっていうのはなんか自分の中では成長みたいなのがあって、えー、すごく良かったなというまず7月5日ロックド・ミュージック・ホールニューヨークショー黒田拓也頑張ったでしょう <music> まあその日まあもう一個何がきつかったきつか,きつかったっていうのはきつかったっていうのはですね <laughs> 仮みんでますけども。 7月4日が、まあ、この話もまたしたいんですけども、まあでもタイムアウトでもよくしてる、独立記念日の話、7月4日、もうこれはもうアメリカ、総アメリカ国民大バーベキューの日っていうぐらいですね、えー、もう世の中はバーベキューにあふれ返る日なんですけども、えー、僕もその例に違わずですね、家の近所の公園で、えー、パーティーをしまして、友達いっぱい来て、で、その次の日が、えー、その自分のライブということで。 ただそのメンバー、新しいメンバーというんですよ、えー、ドラムがティム・スミス、ティム・ソニオンっていう、ね、芸名でやってる子と、ベースがカエル・マイルス、これ、2人ともね、えー、まだ若い、クレイグ、サックスのクレイグと同級生ぐらいで、バークリー出身、バークリー、ボストのバークリー音楽出身で、もう今ね、次のニューヨークのこのシーンを担う、もう一番油に今から乗ってくるあの人たちです。 あのおそらく日本の方にもそういうこの人たちの名前が今からどんどん驚いていくと思うんですがベースのカエル・マイルスに関してはこの前のホゼ・ジェームスのバンドにも参加していた素晴らしいベースプレーヤーなんですがその今回このちょっとニューバンドでねえピアノは最近ずっとお世なったリズミカワ君貴寛君。 あーのーメンバーめちゃくちゃ忙しいからもう当日しかリハできないって話になったんですよでこれみんな別にええやんと思うかもしれないですけどトランペッターとして当日リハって一番しんどいんですよもうトランペットってこの他の楽器と比べてなかなかな長く演奏できない楽器なんですねその疲れやすいバテやすいっていうことで当日にがっつりリハーサルとか入れるともう本番にこう思い切って力がね出ないっていことだあったんですがもうこの日はもうその日 ししかないし何よりその直後にありモントリオール・ジャズ・フェスティバル同じメンバーで行くからこのリハもあるからも絶対当日しかないないうことで無理やりやりましたでなんとかこうリハーサルはねほぼ俺はもう半分以下の力で温存してやろうと思うんですけどメンバーがだんだんいい演奏してくると乗ってくるんですよこれ自分もほん結局 <laughs> 普通に真剣に吹いてしまってですねあー楽しかったみたいになるっていうで、ね えー、そこはまだまだ大人になれないわけなんですがでみんなでその後ちょっと時間あるライブまで時間あるからって言ってベトナム屋さんに行ってですねフォーヌードルを食べてほななんか 食べた5人中2人がねお腹痛くなってたのはちょっと面白かったですけど面白くないですけども僕は全然大丈夫だったんですけどなんかねロックウッド着いた途端にクレイグがトイレから出てこなかっ,たって大丈夫かなと思ったらなかなかサウンドチェックに来えんななんて思ったんですがまあ事あなきを得てですねライブ90分で実際今回も SNS だけであのまあいつもそうですけどプロモートしててでどんだけお客さん入るかなんて実際全然分かんなかったわけですよ。 ままあまあでも今回はリハーサルのつもりでやってるからモントリオルジャズフェスのいいやと思って蓋を開けたらですね火曜日のしかも祝日の次の日の夜9時半ですよ160人多分ロックと今までやった中で一番入ったんじゃないですかねもうパンパンになってくれてですねいろんな人が来てくれてビッグユキも遊びに行ってくれたりとかみんなね本当にミュージシャンから音楽ファンからみんな来てくれました。 90分ストロングスタイルでやりきりましてですね「ライジングサン」から始めてなんかこうちょっと時系列で歴史をこうわっとね、えー、たどりながらまた今度10月ぐらいに出るであろう新しいアルバムの曲も全部やってですねまたその新しい曲が結構ハマりましてなんかちょっと自分も今めちゃくちゃテンション上がってます新しいアルバムモントリオールでもやったんですけどめちゃくちゃ受けが良くてちょっとこれは、えー、満を持してあのー。 アルバムリリースに迎えろなということでございます。えー、ドラムのティム・スミス、素晴らしい、えー、ビートをぶちかましてくれましたいつかまたね、日本にも連れて行きたい人がどんどん今ニューヨークに増えてきているので、楽しみにしておいてくださいなんてね。 えー、言うとるわけなんですけどもそのロックウッドもですねバッチリライブが終わって11時ぐらいに終わったんかなでドリンクチケットもらえるから会場で一、まあ、杯ぐらい飲んでですねさあどうしようか打ち上げするなんて言ったらみんな結構こういいライブしたとってふつふつするんですよねでなかなかそう家に帰ってじゃあすぐ寝れるかって言ったら寝れへんからいやちょっともう一杯飲みたいな話になって、うん、うち来るかって話になって。 えー、結構お友達やらとミュージシャンもちょっと拓也の家行くわってなってなじゃあみんなそれぞれタクシー乗り合って、えー、集合なとマンハッタンのロックドミュージックホールから、えー、ウィリアムズバーグにある僕の家までまあ15分くらいですかねタクシーでで言ったらクレイグ腹減ったっつったらわかった任しとけって俺が得意のウェイさんの,あのチャイニーズをわしが頼んだるから任しとけってごっそり注文して待っとったらな待てと暮らせとクレイグがこうへんからどないしたんって言ったらもう最悪やった話になってなんと 駐車ししてレッカーされたらしいんですよ車が。であんまり俺車持ってないし運転しないからレッカー事情知らないんですけどアメリカはなんかもうまず車がなくなっててなんかサインがあるんですかねされましたっていう。でどそのレッカーされるステーションみたいなのが何個かあるらしいんですけどどこにあるかわからないらしいんですよまず。で自分でいろいろ電話してそのそのステーションっていうかレッカーされるところに。 でその多分残された番号みたいな自分の番号を、えー、伝えてどこにあるかっていうのを確かめてでそこに行ってでそこで、えーまあ、お金を払ってあの受け取って帰るらしいんやけどまあそのいろんな他のいろんな人も劣化されてるからもうとにかくみんな機嫌は悪いわそこにいる人は時間はかかるわクレイグの場合は最悪やったんがたまってる違反切符とかって、まあ、みんなちょこちょこあるらしいんですよ例えばあのカメラとかスピード違反とかね ちっちゃい注射違反の切符とか、こっちってあるんですよ、安かったらなん3000ぐらいの注射切符とかあったりとかね、なんかその止める場所とかによって内容変わるらしいんやけど、なんかもうそれ全部払わされて、めっちゃ大変やったとか言って、結局家帰ったら3時か4時ぐらいって言ってましたよね、クレイグ。だからもう、せっかく頼んだウェイさんのチャイニーズ中華料理をね、えー、クレイグは食べることできなかったわけなんですけども。 えー、他のお友達とみんなでね楽しく過ごしたわけですがで1日経って、えー、7月6日その日は休みなんでいろいろ洗濯とかしたりね、えー、久しぶりの、えー、フェスティバルやから何の服着たのかなと用意をしてでモントリオールって車やと7時間ぐらいで行けるんですよニューヨークからでも今回はちょっともう時間がないんで車やと間に合わへんからってことでメンバー5人で同じメンバー5人で、えー、飛行機ラガーディアっていうね ニューヨークのメインの空港は JF ・ケネディなんですけども、えー、ラガーディアってもうちょっと近い、東京でいうと羽田空港的な立ち位置にあるですね、えー、空港からモントリオールまで、もう飛行機だと1時間です。えー、でも一応、陸続きなものの、えー、インターナショナルなんで、えー、一応行かないといけないんですよね。あのー、ちゃんとそのボーダーを通って、パスポートを持って。 1>, だ1時間のフライトやのに、えー、2時間前に空港に行ってそのいわゆる国際線の準備みたいな感じで、えー、だからめちゃめちゃ早く起きて行って念のために、えー、行きましたで朝に出てモントリオールに12時ぐらいに着いて会場で、えー、サウンドチェックしたんかなで結構あのストーリーには挙げましたけど野外のところで縦長の会場でですね あれ無料なんですよ。街中にね、モントリオールジャズフェスティバルって聞いたら、なんか世界で一番でかいジャズフェスティバルらしいですね、規模的にはスジム。スタジアム級のステージが街中に10個ぐらいあるんちゃうかな、多分ん。まあ、5個は絶対ありますね。で、僕がやったのが中規模の、多分あのステージだと思うんですけど、それでも多分あれ、バンパンやった時は、1000人ってくだらなかったと思うんですけど、ちょっとぜぶっちゃけ何人だかわからないぐらいですけども、野外って見た目よりね、 あの入ってる数が多いんでもしかしたら5,000人とかいたかもしれないえなんて思うわけなんですがその会場でサウンドチェックをして「えーまあバンドメンバー腹減ったということでちょっとホテルの近くの昼飯でも食おうか」って言ったら一応ね「リラックス」と「チリング」っていう言葉を合わして「チラックス」っていうね 名前としてはもう0点の、0点に値するですね、あのレストラン、ジャパニーズレストランがあった、バンドメンバーもみんな、この名前ひどいな、みたいな。ただ、あの、Google マップで星が4.8あるから、うまいんちゃうかと言って、ええー、行きましてですね、そこでみんな腹ごしらえをして、僕はカレーを食ったんですけども、えー、その日の夜8時に、面白かったのが2回やったんですよね、ライブね。8時と10時の2セット、1時間ずつということで、えー、まずファースト、もうね、 ステージ上がったらもうぎっしり人埋まってて前にもうちょっと足すくむぐらいですねもうなんかそのさっき言ったじゃないですかニューヨークのオーディエンスはすごいエネルギーやっていうなんかそれとはまた違うもう期待して待ってましたみたいな感じのもう何万っていう名というかねエネルギーであーこれはちょっとぶちかわさないかんのーっていう感じになってまた1曲目「ライジングサンデー」ですね トランペットソロも頑張って吹きましたし、えー、とにかく、あのー、60分吹き切ったらめちゃくちゃいい歓声をいただきました。あ、あの、なんやろな、なんかモントリオールの土地柄もあるんかもしれないですけど、すごいあったかいんですよ、人がね、なんかね、こう曲終わ,ると終わった時の歓声がちょっともう地鳴りを、地鳴りしてるぐらいのなんか、ぐわーみたいな。 いやインストの音楽やっててこん,なこんなウェルカムされるのはうれしいななんて思ったんですけども、まあ、とにかくめちゃくちゃあの素晴らしいメンバーの演奏とお客さんの年に何回あんのやこういう,なんていうの一致するお客さんとステージとスタッフさんと音響さんとメンバーと俺となんかこう全部がこう一致して盛り上がるみたいなねなかなかありそうでないっていう。 で大事件が起こったんですけども、あのー、ライブ始まるときにスタッフの人に言われたのがあの時間厳守ですと1時間絶対終わってくださいなんでかって言うともう街中にス,ターステージがあって時間ばっちり始まるらしいんですよ他のところがだから音がかぶるから同時には絶対できないんで他のステージのアーティストに迷惑かかるからってで、OKOK、OK OK、でファーストセット俺もう完璧にあのー。<laughs> 俺のボディクロックはえぐいからって適当なこと言ってたらほんまにちょうど終わったらしくてスタッフさんももう感動してたんですけどもでセカンドセットもうまたパンパンに人になってくれてで違うセット違う曲で完全にやりきってでバッチリ終わったんですよで終わったらもうお客さんがもうアンコール絶対やってくれみたいな感じでもう分かってたと思うんですけどねアンコールないっていうのはなんかもうかスタッフさんもなんか いやこれないんでしょって俺は言っててなんかしてるけど本当に鳴りやまないからあのスタッフさんこれ説明しに行った方がいいんじゃないですかってあのお客さんにじゃないとなんか変な感じになりませんみたいな俺がやらんかったみたいな感じののもイエーしみたいなで多分なん何か言ったんでしょうねで多分その説明が悪かったんかなんか歓声が今度ブーイングに変わってきてブーーッとか言ってえなんかブーイングされてるやんみたいな。 そのなんかそのスタッフの人がインカムでずっとなんかその本部と喋ってるんですよ、こ,うこ,んなこんな状況になってますみたいな、どうしますかみたいなおい。おいらはでもその迷惑はかけたくないから、まあ、どっちでもいいんで、やるんやったらやりますしみたいな感じで言ってたんですけど、結局じゃあ5分間 OK 出ました,みたいな言ってくださいみたいな感じになって、で5分間やっても、も帰ってきたときのお客さんすごかったですね、もう,うわーみたいなのになって。で、あのインスタに上げてるあのお客さんの,あの拍手とかは、 アンコールが来る前かなの多分あの拍手やったと思うんですけどもえほ、ー、んで聞いたらなんかあもちろん多分まあお世辞も入ってるとは思うけど長いモントリオールジャズフェスティバルの歴史でえー、アンコール来たの初めてやみたいなねことはねなんかおっしゃってました、えー、まあでもそれぐらいなんかこう会場と音楽が一致した、えー、ライブやったんやなということであのー 気分よくみんなで仲良く <laughs> 帰ってきましたとさ <laughs>、ということなんですが、ちょっとこの、まあ、最近は A タックのライブが日本で多かったから、ちょっとこの黒田拓也バンドのライブをまたね、年内に日本でもできることをちょっと祈ってですね、えー、ちょっと皆さんその辺は待っておいてください。めめに温めてね日本で えー、爆発したいと思いますのでその辺も皆さんよろしくお願いします <music> さあちょっと今回は長尺で、えー、ライブレポートからですね言いにくい話から言いにくの話まで、えー、多岐にわたるですね、えー、鋭いメスで現代のあ現代社会の問題に鋭いメスを入れてきましたけども何言ってるんでしょうかあれ好きなんですよね「あの探偵ナイトスクープの」あーあの冒頭でこのような文章があってですね。<laughs> あれもいつか,なんか投稿してみたいななんて思ってるわけですけども、えー、ニューヨークはね皆さんまだカラッとしてるんですよあのもうすぐおそらく日本のように湿気が出ると思うんですけど今年はねカラッとしてる、えー、期間が長いですだから温度は上がってきてるけどまだ夜とかはねスカッとしてですね外を歩いてても気持ちいいと汗がびちょびちょってまだならない、えー、気候が続いててちょっと助かってるわけなんですが。 えー、ちょっと今からね7月の末にニューポートジャズフェスティバルこれもまた歴史のあるフェスティバルにぶちかましてきますその後ウエストコーストサンホゼジャズフェスティバルとオークランドにあります、えー、ニューパリッシュという店でライブをして、えー、そこから今度は日本の波間美穂ちゃんの、えー、東京芸術劇場8月19日、えー、皆さんぜひ見に来てくださいと、えー、何より、えー、9月の1日ブルノーノと。 あ,あの a タック c 2セットえとんでもないスタイルで行きたいですかなんかツイッターでチロッと見ましたけどセカンドのアリーナはもう即売り切れやったみたいなちょっとびっくりしました皆さんぜひですねあのご予約お早めにえ楽しみにしかも待っててください完全にまたパワーアップしてね行きたいと思いますのでその辺もあとはアルバムねまだまたこれ新しくタイムアウト聞いたって人は。 ATAC の,の9月1日にあるバンドのアルバムが絶賛、えー、ここのストアーズから、えー、販売中 T シャツも、えー、ピンバッジも売っておりますのでその辺もぜひ、えー、お買い求めくださいすべて概要欄からジャンプできますので、ね、その辺もよろしくお願いしたいと思いますちょっとまたニューヨークにいる間にねゲストとかも呼びたいですね、えー、そんなんもいろいろ考えながらもりもりやっていきたいと思いますのでよろしくお願いしますそれでは皆さん e trechei!